ハードコアをやったことない2人でエンドラ討伐何回でいけるのか。どうもフライソタとトラです。ルールはこちら。これを守ってエンドラ討伐を目指してやってきます。前回のあらすじ。山の近くで始まりアメジストを発見して感動していた一行、採掘を進めていると木に目がくらんだソータがマグマダイブをしてしまう。次は村に行きたいねなんて言っていたら、次の冒険ではまさかの村スタート。村を発展させつつ近くにあったピラミッドを探索して命からがら逃げ帰ってきたのであった。何かとクリーパーに縁があるトラ、果たしてエンダードラゴンは倒すことができるのか。はい、トラさん。はい、あれから2週間経ちましたね。いろいろあって2週間目ですね。2週間ぐらい経ちましたよね。まあタイムマシンに乗ってきてね。2週間後の世界にやってきたんですけど。いや違うね、俺2週間ちゃんと経ってるね。お前だけタイムマシンで飛んできたんだね。まあいろいろ変わったので、それをあのね見せようと思うんですけど、まず君は俺の装備を見て気づくでしょう。なんか進化してるよね。進化してるよね。進化してるし、なんかフルアーマーだね。俺なんならさ、こうなんですよね。これ見て、大事件持ってるんですよ。あれなんですよ、ちゃんと収録データもちゃんとあるんですよ。あるんだけど、いろいろあるんですけど、ここの、左下ね、下君のチェストじゃないですか。下のチェストね、見てください。おー、時計あるじゃん。そっち？お前の装備全部あるんですよ、これ。左側に。下の左側にあるでしょ。あ、ほんとだ。あ、フル装備できてるね。フル装備作ったんですよ。一応鉄全部装備と一応武器も用意しました。ありがてえ。これを俺一人で全部やりました、ね、2週間の力すげえな。ちなみになんだけど、クリーパーに 2,3 回爆撃されそうになりました。あのね、エイペックスやっててよかったわ。スンって後ろ向いて盾が巻いたらなんとかなるから。あのね、経験はねあった。あの2週間で経験したことは、まず盾外すな。盾外さないでシュッて聞こえたら後ろ振り向いて盾構えられるようにしといたら死なね。なるほど、デモンストレーション。はい、そうそうそう。そう。もう盾構えながら向かうくらいじゃないと。なるほど。シュースッスッスッ。もうちょっと足りないな、感度。ちょっと感度足りてないけど、まあそんな感じですね。とりあえず、まあ変わったのは君の装備なんですけど、それ以外に変わったところありまして、こちら。はい、畑ね。畑、わかります？これ、でかくなったの気づきます？あっちの奥の方見たらわかると思うんですけど、広くなってるのわかります？あれ。これ、でかくなったんだ。うん、でかくなってるんですよ。これ、気づかないかもしれないですけど、これ、麦ですね。麦ですね。麦です、麦です。で、芋なんです、これ。芋。はい。これ、芋の説明、後でします。芋をどこで入手したのかちゃんと説明しますけど、後でしますね。で、ビートルート。これ、商人がね、たまたま来てて、エメラルドで買えるっていうのがあって、1個だけ買って、1個だから何か買って、それを、ここまで膨らませました。ここまで膨らませました。相変わらずです。これはいつも通りです。で、職人場を作りましたね。こちら。いいね、で、これ、かぼちゃ何あんのかなって、これ、ジャックオランタンです。明かりです。埋め込み式にしました。いや、進化してんだ。襲撃者が来た時に、襲撃モードになったら死ぬなって思ったので、牛さんでミルク取れるじゃないか。ミルク飲むと、デバフ効果みたいな右上の効果って消えるらしくて、調べたら。へえ。だから襲撃者を倒した場合に、そういうマークが出るんだけど、そういう時にミルクを飲むと消えるんだって。で、試したら消えたのね。だから、そういう時用に、村を守るためのようにミルクあった方がいいの。どんだけ飲んでるの？お腹壊すぞ、僕。はい。ですね、美味しいです。今、探してほしいのはですね、司書さんを探してほしいですよ。名前付きの、名札付きの、名前付けた司書さんがいるんで探してください。OK。ここでさ、夏木のやつ探してみてください。へぇー。これいるでしょ？こいつ。修繕出たんですよね。あ、修繕出たんだ。そう。マジでびっくりした。
修繕出ちゃったんですよね。いるかなってちょっと疑問はあるんですけど、修繕のあの師匠さんです、はい、ランタン効果できた。こっちです。このチェスト下に来てください。あれや、電波集めました。電波集めました。あ、上のね、なんでこんなに鉄の音とかつるはしとかあるのか交換してレベル上げたやつです。へえ、クロスボウもあるんだ。そう、クロスボウも交換できるみたいな。へえ。撃たないでね。やめて、やめて。クロスボウの威力は弓とか矢とかより高いはずだからやめて。そう。あぶねえ。で、戻ります。芋。芋を手に入れた理由ですね。ちょ、ついてきてください。あ、じゃあ、あれだ。俺一回やってみたいことなんだ。俺の隣に行ってさ、一番最初のオープニングみたいな構図でいて、反対側だな。そうそう、そっち向いて、あれだよ、編集ジャンプしようぜ。せーの。おー、ここが2週間後の世界か。違う違う、さっきも2週間後だったし。ただ村に徒歩で歩いてきたのを編集でカットしてるだけだからさ。まあ、もう一個村があったんですよ、結構近くに。なんか村の様子変わってない？だから村違うのこれ、近くに村があったの、たまたま見つけたの。それで、ここには芋も人参もあって、潤沢だったので、こっから芋パクりましたね。で、それなんかバザーみたいなのある。そう、これね、あるんですよね。これ元から？最近の村、そう、元から俺建てたから。へぇ。こういうのをね、作ってくれるようになったらしいんですよね。じゃあ、俺、ここの点数やるわ。エンドラ討伐してください。まあ、ということでね、まあ、戻ってきましたけど、はい。ってことで、戻ってきました。ジャンプしてない、してない。ジャンプした手で話すな。はい。あ、とりあえず普通に戻ってきて、とりあえず当面の目的になるのは多分ね、ネザー行って要塞探しになるんじゃねえかなと思ってます。まず要塞が見つかるのかっていうね。あ、そうだ、ウーパールーパー見つけました。ウーパールーパールーパーいいね。何見てんですか。いや、どうやって戻る気なんだろうこいつ。おー、ウーパーがいるだけでもクリアも当然っていう。あれ？戻る手段あるな、ここ。今、はしご、俺の右手見てみろよ。はしご持ってんだろうが、俺がつけてやったんだよ。まあ、たまたまね、ブランチマイニングしてたら、洞窟内のなんか水がね、めちゃめちゃ充満してるところで、ウーパールーパー見つけたんですよ。なるほど。いやでも1匹ってなんかかわいそうだな。もう1匹見つけたいな。え、何？これ何の後ろ？ウパーウパーなの？嘘。ウパー今の絶対ウパーでしょ。聞いたことないよ、鳴き声だったよね。あ、そういえばさ、要塞探し、飲み込んでるチャンク内しかできないと思うんだけど、うん、望遠鏡作れるよ、どうね。望遠鏡欲しい、ね。アメジストが必要。アメジスト。アメジストは見つけちゃったんすか？見つけてないです。ないっすか？こんだけ掘ってアメジスト見つけてねえ、マジで。あれ、貴重だったんだよ。あれ、アメジストの回、喜んだ方がいい。もうマジでなかったから。今さ、チャリーンって落とした気がしたんだけどさ、光るイカか。光るイカだわ。おっさーんって音がした。なんか、あ、ピカーンって言ってるね。そう、やっぱ光るイカじゃないこれ。鉄発見。鉄発見。それはありがたいことだ。おーっと、水発見。お、水発見？それも来てんじゃない？海中探査。気を、戻れなくなったらまずいから。あ、いた。あ、いた？何が？どっちが？イカ。イカ？右。あ、ほんとだ、生きてる光るイカ。会うのはワンチャン初めて。ちょっと戻らせてこれはまさか伝説の水の中でも呼吸ができるという。そうこれ1マスってか、あの2マスあれなんだよね。ちゃんと空間ができるから最悪呼吸できるんですね。おー、なるほど、イカどっか行った。いや、マジだから普通に置いちゃってここで呼吸できるよ、これ。マジか。そうだよ。嘘、本当に知らない？ガチャ。お、イカ。イカ。あんまり行きすぎると。あ、イカだ。
さあ、さて。暗くて仕方がないですけど。さて。やっちゃうんですか。やっちゃえ、バーサーカー。ちょっと若い。回復して。回復して。別にあれを倒してしまって構わんか。死亡フラッグ。スパ。え。よし。あ、どうしよう。あ、開けね。イカスミよ。イカスミよ。イカスミちょっと待って。プファ、プファ、プファできた。さあ。はて。いざ、出陣。そう、出陣できね。なんか、普通にさ、横穴開けない？いけた。ほら、これ楽じゃない。これ、スッって言って、スッって上がるだけで。ここは楽じゃない。か。とりあえず明かりたこうか。よし。ランタン交換してんのね。ランタン好きなんです。何言ってんだ。これもジャックオランタンのやつ。このね、水中のシャンデリア感ね。コントロールで帰るぜ。あ、アメジスト。アメジスト。やったうちの成果あった。よかった。よかった。成果ありました。成果ありました。やった。変わらず綺麗な音だな。いやーよかった。いや本当に通じてるとは思わなかったわ。やった。でももうマジでさ、アメジストさ見つかんなくてさ、どうしようかと思ったからさ、掘るかなーとかって考えてたんだけど、やった、よかった。これはでかいぞ。望遠鏡は上にアメジストのかけら、下にドーインゴとドーインゴとでいけるぞ。あ、2個で作れるんだ。来ました。来ました。これです、望遠鏡。おお、なるほど。あっち、ちょうどあっちの方向まで見ると分かるよね。結構いいよね、これ。おお。トラさん、建築してみませんか。建築ですか。エンダーゲートを作るためだけの家を作ってくれませんか。なるほど。あるじゃん、ドラクエのさ、転移の扉みたいな感じでさ、囲られてるのあんじゃん、祠みたいなの。ああ、うん、あるね。ああいう感じでエンダーゲット作ってくれねえかなと思って。なるほど。俺は黒曜石取ってきますわ。ああ、祠を作ればいいんだな。そう。これでここでバーンでいいの？いいよ。じゃあ見まーす。ドン。おお、ちゃんとしたのできてる。ちゃんとしたのできてる。ボタンは？ねえ、ボタン。ボタンね、ないっすよ。うん、なんでやねん。嘘。そんな。すげえ。それはすごいな。こっちしか開かないっていうね。ちゃんとしたらできてる。本当だ。絶妙に見づらいっすよ。むず。近づきすぎかもしれない。できたあ、ここか、ここだ。あった。近かった。もうちょい奥だったわ。はいはいはい。ここどう置くの。たまに俺動画ではさ見たことあるんだけどさ、もうすぐそこを要塞みたいなさパターンあるらしいじゃん。あ、マジ？あるパターンあるらしい。もうすぐそこが村でしたみたいな。それね、あったしね。よし、時計いらないな、それは。いや、とりあえずパッて見に行くだけだから行きますよ。とりあえず見に行くだけね。俺2スタックしか持ってないし、埋めるためだけに行きます。こー、はい。危なっ。お、危ねえ。危なっ。危ない。ガスちゃんはまずい。あ、やばい。帰ろう。帰る。一回帰る。とりあえず囲う。あのね、あ、俺さ、帰った。あの、作り直した、祠はこのままにしといて、村から離れて作り直した方がいいかも。あの、あそこ歩道だった。あのね、ブロックあったじゃん。そこちょっとだけ壊して進もうと思ったら、もう穴だった。ここでいいんじゃない。本当か？違うか。どこにいる？ネザーにいるんだけど、はい。なんか縁画っぽいのが見えて、あ、うん？あれ違う、ホグリンの方の要塞だわ。
小暮要塞はまずい。あのね、敵対生物なんだよ、あそこにいるやつって。多分、小暮要塞だと思う。赤くないじゃん。あの、俺たちが知ってる要塞で、ね、これはね、ホグリンだと思う。ホグリン要塞は、あのね、金の斧を持ってる、確か、斧を持ったホグリンがめちゃめちゃ攻めてくる場所なんだよね。あー、なるほど。あー、ん？ここだ。陸地です。お、陸地あった。あー、やっぱりピグリン要塞だ。あー。要塞違いです。残念。ピグリン要塞はダメです。はい、でいつまでもついて回る、はい、あの要塞ね。あいつな。とりあえず、え、クロスボウを構えてくる。え、なんでだ。え、なんでだ。なんかクロスボウ構えてね、攻撃モードに移行しました。なんでだ。あ、チェストを、え、もしかしてチェストを開けたらダメなのか。まずい、そんなとこ。俺アイテム入れてさ、俺ってここに金鉱石はなかったはずなんだよ。チェストを開けたら怒ってるんだわ。俺アイテム入れようと思っただけ。あれ、怒るのやめた。お前の情緒どうなってんねん。いらないな。開けたらやっぱ怒るな。構えてます。なんでや。あ、でも金投げたら査定してくれるわ。構えてたとして金には弱いらしい。あ、また構えた。構えた。構えて撃った瞬間に俺は金を投げることによって査定が始まる。金には勝てなかったよ。そう、金には勝った。一回リセットした。一回攻撃したらもうどうでもよくなるのか。一回どうする。一回戻る。いやー、ここで戻っても、いや、11時半だ。あ、まずい。一旦戻るか。ここで落ちるのはまずい。そうよね、そうなんです。だから、まあ、物資補給の補給整理の意を込めて。そうだな。ワンチャンネザーゲートをどっか作り直す。あ、必要なアイテム持ってって。いや、ネザーゲートはここでいいと思うんだけどね。マジで？割と序盤から分岐させた方がいいかもね。かなぁ。ちょ、ブロックだけ、ブロックのボックスに入れる。え？死んでんじゃない？割と序盤から分岐させた方がいいかもね。かなぁ。ちょ、ブロックだけ、ブロックのボックスに入れる。死んでんじゃない？なんで？え？まだ死んだ？死んだ。嘘。え？マジ？ちょ、いや、最後の見たらわかると思うけど、相当びっくりしました。なんで？なんであそこにいたの？盾で対応できんのに。いや、ガチで
なんでそこに行っているんだよ、まあ、結構いるんだよ普通に村にいることあって俺結構爆撃されまくってるからだから盾持っとけって言ったじゃん。いやあのさ、はい、緑に自然に溶け込みすぎてさマジかよ、またクリーパーエンドかよ、このデータ結構きついぞメンタルが。マジか、進んだんだけどな、何でやられようかな。そうだな、アイアンゴーレムにちょっとやられようかな。アイアンゴーレムどれぐらい食らうんだろう、全部装備で。あ、一発？あ、嘘？そんな強いんだあいつ。ダメだこれ。うっかりこあれ、ああ、そっか、リスポーンここからなんだ。クリーパーに2回爆撃されてますが、あなた。あれに反射神経ゲーは無理ってことでね。やっぱそのことを念頭に置いてやっていきましょうか。そうだな、お前に反射神経あるんだったらなって思うし、編集してやったからそれは納得するわ。ということでね、次回また会いましょう。目指せ要塞行きましょうか。はい。